雑貨家業と書いてデパートさんよ。あれも商品なのか？そっちに興味があるのかな。ただ悪いんだが、あれはオプションじゃない。サンドバッグ。でもそんなガキのどこに興味が湧いたわけ？ああ、そっかそっか。なんか勘違いさせちまったみてえだな。俺が買ったのは、お前の方だ。あ、必要なもの？息吸って吐くだけの肉塊の回収班と、あとは女物の着替え一式ってとこか。サイズ知らねえよ。回収班も女の人員を回してこい。男が一人でも混じってたら、そいつの金玉を蹴り潰す。あとは勝手に生きろ。残りの人生、成功するのも失敗するのもお前次第だ。ああ、どうして？標的は統括理事会理事の親船もなか。公演のお題は、町の人口の8割を占める学生たちに選挙権を、だとさ。ムサジメ、ムーブポイントだ。なもん、講演会の方をぶち壊しちまえば済む話だろうが。ねえ。クソ野郎どもの踊りに付き合わせられんのは性に合わねえ。誰？衛生管理センターで。はい。ここまでか。もういい。失せろ。衛星用のアンテナまで残り数キロってとこか。お前、ブロックか。いいえ。私はメンバーです。他人の背後に回ることしかできねえ空間移動系能力者か。クソつまんねえ力だな。他人の位置情報をもとに補強してもらわねえと能力の発動もできねえ。悪の美学ってやつが全く足りてねえよ。逃げろよ豚。そいつを肝に銘じて恐怖しろ。美学が足りねえお前に教えてやる。これが超一流の悪党だ。クソ野郎。ん？予想以上にお早い登場だな。たくよ、しけた遊びではしゃいでんじゃねえぞ。さんして。似合わねえな、メルヘン野郎。俺はアレイスターとの直接交渉権を手に入れる。そのためのピンセットだったが、やっぱ第1位のおめえをぶち殺すのが手っ取り早いみたいだな。この後に及んで数字の順番がそこまで大事か。アレイスターは複数の計画を同時並行で進めてやがる。俺はお前のセカンドプランなんだよ。中を守りながら戦ってたっていうのか。ふざけんなよてめえ。どこまで掌握してやがった。ムカついたかよチンピラ。これが悪党だ。さっさと上がって怪我人やトラップの有無を確認しろ。ああ急病人か何かか。まさかまた妊婦とかって言うんじゃねえだろうな。おい、何してんだてめえ。滝壺に何してんだって聞いてんだ。レベル5。いいなあお前、いい悪党だ。しまいで。寝てる分なら放っておくが、起きるようならここでぶち抜け。こいつはお前の人生だ。好きな方を選べ。どうする？このまま続けるならお前を血みどろにしてやる。ただそのガキが邪魔になるってんなら、ここは仕切り直す。それが悪党の美学ってもんだ。
このままではプランの要となっているラストオーダーはいずれ必ず崩壊するぞ。上等じゃねえか。 AIM 拡散力場の塊だか天使だか知らねえが、悪意を持ってあのガキの害になるってんなら容赦はしねえ。汝の欲するところをなせ、それが汝の法とならんか。こんなものか。もうダメだ。でもこれで終わりじゃねえんだろ。今度はまた別のシスターズが出てくる。それとも読川や吉川が利用されるか。全く関係ねえ村や町が丸ごと使い潰されるか。もういい。もうそんなのには耐えられない。力しかないと思って見下しやがる少年の腐ったクソ野郎ども。今からお前たちに見せてやる。俺にだって何かを守れる力があるってことを言え。まさかあいつがミサカを助けた。なんだお前、どうしてこのミサカを。ガキの笑顔だけじゃ止まんねえんだよ。全部ぶっ壊せ。片っ端から投げ払いせ。何があっても守りたかった。だから俺の選べる道を、悪の道を突き進んで、悪の道を極めて。でも善だとか悪だとか初めっからそんなこと考えてもいねえやつが一番強えってことか。お望みの品は何かな。協力しろ。何に？なんで？どうやって？俺はあのガキの症状を打ち消すための糸口を見つける。お前は使い潰されるしかねえ道から別ルートを模索する。まさかこんな目にあってでも愛想笑いを浮かべる日が来るとはね。悪かったな。あれは奴らの口車に乗せられた俺のミスだ。俺もお前も学園都市の連中から意図的に悪意をセッティングされた怪物だ。
頼む。ミサカもそうだけどさ、こんな風に他人の手を握るなんてこれが初めてなんじゃないの？いいえ、今までだってたくさんあった。お前とよく似た顔つきの憎たらしいガキとならな。いくら手を伸ばし追いかけても触れられないメリーゴーランド。 Let's take a shower